はい、それでではは、皆さんこんこにちは、えー、セルモの宮谷です、えー、とただいまから、えー、2019年度の、えー、基礎中学校1年生のですね、中間テストがなかったので、期末テストの、えー、大まかな内容をです、ねえー、説明していきたいと思います。皆さん、手元にメモは大丈夫でしょうか。なんかやってるな。はい、声聞こえてますか 大丈夫ですかはい。じゃあね、今から、あの、数学、英語、国語、理科、社会の順番で、えっ、ー、と、説明していきます。で、あの、説明始める前に、あの、皆さんへのメッセージということで、お話しさせていただきます。あの、皆さん、今、自宅でね、えっ、ー、と、まあ、学校休憩期間中ね、あの自宅で待機してると思うんですけど、あの、先生たち、教室の間往復したりとか、あの通勤してる間に、 先生たちは車で基本移動してるんですけど、結構あのマスクしないで出歩いてて、友達と遊んでる小学校と中学校の生徒さん、あの非常に多いです。あ、声が聞こえない。えっ、ー、とね、おそらくボリュームが上げてないので、ボリューム上げてください。はい、ボリューム上げてください。はい。 ちょっと続けていきまますねあの、まあ、そういう形でねあの結構出歩いてる人が多いのであのコロナウイルスのあの感染症とは非常に怖い病気ですのであの今日の朝のニュースなんかでもね公園の遊具なんかもあのあんまり触れない方がいいというようなお医者さんの見解もありましたので皆さん、できるだけね自宅で、えー、まあ、こもっていただけたらなという,ふうに思っております。はい それでは具体的に、えー、数学のです、ね、レビューの方を始めていきたいと思います。まず数学なんですが、えー、っと、とですね、まず教科書のページ数を言いますね。教科書のページ数で言うと、十、えー、から49ページ、10から49ページと、52ページから59ページという2つの範囲が、えー、テスト範囲でした、あのー。結構量が多いですね。 あの大体50ページくらいありますので、あのテストの直前に、えー、予習したからといって、できる内容ではありません、はいあの。小学校の小テストと違って、中学校の定期テストというのは、ものすごくボリュームが多いので、えー、少なくともあの中間テストがない、特に基礎中学校の人は、あの定期テスト3週間くらい前から、 テスト対策を始めても、えー、時間が足りないくらいです。はい、中間テストやってる学校の生徒さんでだいたいテスト開始日の3週前から予習を始めています。ですので、今申し上げた通り、えっ、ー、と数学だけで50ページ近くテスト範囲がありますので、あの決して、えー、テスト前日に付け焼き刃でやるということはあの避けてください。 で具体的なテスト内容を説明していきますね。えー、っとこの10から49ページというのが、えー、政府の数、プラスとマイナスを使った計算ですね。ね。もうセレボですでにあの予習している人は大体内容を理解できるかと思いますけど、プラスとマイナスを使った足し算、引き算、掛け算、割り算、えー、この4つ、指則演算っていいますけど、これの計算であると。でさららにそこから 整数、小数、分数といろんな数字を使っていきますので、まあ、あの授業中にも言ってますけど、とにかくあの丁寧に式は途中飛ばすことなく、正しくやってください。よろしいでしょうか。で、あのここの計算問題がほとんどなんですが、あの絶対値とか不等号とかですね、あの以上以下とか、 そういった用語の問題も出てきますので、単に計算が解けるようになるのではなくて、はい、単に、えー、と計算ができるようになるわけではなくて、用語の意味というのをしっかり理解してもらいたいと思います。ごめんなさい、ちょっと今、一部の方、のマイク切らしてもらいました。音声入っちゃってますので、えー、とこっちらの声は聞こえてると思います。であの、次の第2章ですね、52ページから59ページ。 これは文字と式という単元です。文字と小学校6年生時に、えー、文字と式という単元あったと思うんですけど、まあ、そこの発展版みたいな単元ですね。えっ、ー、と、X とか Y とか Z とか、まあそういったあのアルファベットの文字を使ったあ単元になってきます。6年生時にやった内容の発展になります。で、あの文字と式の 単元は基本的にあの第1章の政府の数がきちっとできてると、特段問題なくあのクリアすることがあのできると思いますので、まず皆さんはこのえ第1章の政府の数にきちっとえ取り組むということが大事かなと思いますで。ちなみに問題数は全部で45問あります。多いですね、45問。大体テストの時間が45分から50分ぐらい。 まあちょっと学校と科目によって若干変わってくるんですけど、大、ま、体それくらいの時間です。ですから、45問あるということは、あの1分に1問ずつ解いていかないといけないと。ですので、あの結構焦ってしまうんですね、問題数多くてで。焦ってしまうとミスが発生するので、ポイントとしては、まずできる問題をしっかりと解いていくということですね。正しく丁寧にできる問題を解いてください。 でもし難しいとかできない問題があるときは、そういうときはもう飛ばしてしまって、次の問題に行ってください。で,できる問題を確実に解いてで、余った時間で迷った問題にアプローチするという方法で取り組んでほしいと思います。あの小学校の時のテストと比べても問題数がものすごく多いです。はい、で細かいところは、この後ほどあのお母さんのメールアドレス宛てに、えっと、今説明したことよりもう少し細かい 出題範囲というのを出しますあの、メールで送りますので、それでまた確認してもらって、予習を取り組んでもらったらいいと思います。で皆さんに案内している e ボード、e ボードを使えばあの、ここのテスト範囲の予習というのはほぼほぼできますので、えー、しっかり取り組んでみてください。はい、は数学は以上ですねで。次に英語の説明に行きます。 英語はですねあの、数学以上に問題数が多くて、えー、全部で60問あります。はい。ですから、1分に1問どころか、もっと早く解いていかないといけないということですね。で、教科書は、皆さんもあの手元にあると思いますけど、えー、ニューホライズンという教科書の、えー、ページ4ページから45ページですね。4ページから45ページ。はい。あ今、教科書なくても大丈夫ですよ。 はい、4ページから45ページ。すで既に英語の,あの先取り学習を初期講習とかその前の授業とかで始めてしまっている人は分かると思うんですけど、一番最初にものすごくいっぱい単語がありました。ね、あの練習するの大変だったと思いますけど、えー、と大体150個くらいですかね、あの覚えないといけない単語があります。 ハイ・イングリッシュという単元なんですけど、そこで数字とか曜日とか月とか、あとまあリンゴみたいな日常生活でよく使う英単語ですね、そういったのが150個くらいあって、当然その中からあの答えていかないといけませんので、この4から45ページを、えー、テスト対応するためには、まずはの単語を覚えきってください。 で、単語を覚える前に、これもまあもう授業を受けてる人はあの注意受けてると思いますけど、大文字と小文字ですね。あの、これを正しく書けてるかどうかの,あのチェックも、各中学校1年生のテストはされていきます。ですね、自分では小文字で書いてるつもりなんだけど、実は大文字になってましたということがあるので、あの、大文字と小文字、特にね、C とかね、S の字とかね、 えー、気をつけて書いてもらいたいと思います。で、その後、ちょっと勉強しないときい,けないまずはあのアルファベットと単語の勉強をしてください。で、その後に勉強しないといけないのは、えっ、ー、とどあの、文法の勉強ですね。で文法としては、大きく分けて2つ出てきます。この範囲で。まず、あの、B 同士と言われるものです。あの、もうすでにトレーニングしている人は B 同士っていうのは何か分かるかと思いますけど、 えっと、いくつかある動詞の種類の一つですね。B 動詞。で、えー、日本語に直すと、〜何々です。例えば、I am a student. 私は学生です。この I am の am っていうのが B 動詞ですね。私は〜何々ですというふうに、えっ、ー、と、私、この I っていうのがまあ主語に当たるんですけど、I とか言うですね。この主語がどういう状態にあるのかを表しているのが B 動詞ですね。 はい、この B 動詞の、まあ、肯定文といわれる普通の文章、私は中学生ですとか、私は男です。この肯定文、あと否定文ですね。私は中学生ではありません。こういうのを否定文と言います。あとは疑問文。えー、とあなたは中学生ですか、Are、?You はジュニアハイスクスチューデントというふうに相手に尋ねる。これを疑問文と言います。ですので、この B 動詞の 肯定文、疑問文、否定文というこの3つを答えれるようにしておくというのがまず B 同士の勉強です。肯定文を疑問文とか否定文に書き換える問題も出てきます。はい、であとはですね、この B 同士の勉強終わったら次に取り組むのが一般動詞と言われるものです。はい、教科書によってはあの一般動詞を先に勉強する中学校もあるんですけど、 町田市で使っている教科書は B 同士の次が一般同士という編成ですね。で一般同士っていうのは皆さんに馴染みがあるあの動詞そのものです、えー。私はお昼ご飯を食べるとかね、私は歩くとか、私は寝るとか、私は話すとか、こういった日常の具体的な動作に関する言葉が、まあ、いわゆる一般同士と呼われるものです。例えば、I play tennis. 私はテニスをします。このプレイっていうのが一般動詞ですね。でこの一般動詞も肯定文、否定文、疑問文っていうところを、えーまあ、書き換えとか自分で英作文できるようにしとかないといけないです。でも、英語の授業を受けてる人で注意受けてる人は、例えばピリオドが抜けてるとか、クエスチョンが抜けてる。これもあの厳しい先生だと全部罰しますので、えー、と英語の細かいルール、カンマ、ピリオド、クエスチョン。 あとは短縮形書くときの上にちょんとつね、アポストロフィー。こういったところをしっかり理解していってほしいと思います。えー、っと、あと、まあ、リスニングの問題もありますので、えーまあ、耳から聞くトレーニングね。あの、セルモでも、えー、っと、発音聞いてもらうトレーニングしてますけど、あのそういったものにも取り組んでいきましょう。えー、っと、問題数がなんせ全部で60問ありますのでね。 えー、結構点数の差が出るテストかなというふうに思います。はい。で、数学と英語はですね、ある程度明確に勉強しやすいんですが、えー、次から勉強する国語理科社会というのは、あのー、数学と英語以上に勉強時間があのかかる科目です。ですので、今のこの長期休校期間中ですね、学校の。えー、特にこの国語理科社会は時間を割いて、 えー、取り組んでください、はいは国語の説明していきます国語はですね、先生もちょっとこれね、今見て本当かなと思うんですけど、あの問題数が70問あったそうですね。70問あの。他の中学校1年生の他の中学校でも、一番多いところで60問弱くらいだったので、もしかしたら一番あの多いかもしれませんね。はい で70問のうち20問が漢字の読み書きの問題です。漢字の読み書き。あと10問が部首の問題です。はい。で、特にこの漢字の読み書きについては、あの、ちょっと国語の先生がどなたでどうやるかによって変わってくるんですけど、あの、教科書から出てくる、あの、進出漢字ってやつですね。あの、教科書のね、あの、進出漢字っていうのは、 あの教科書のですね、こういうあの教科書があった、ここの下に漢字の間っていうふうに書いてるやつが新しい漢字なんですけど、あのここから出てくるケースと、あと、学校によってはあの漢字専用の問題集を配布していて、あのそこから出るケースもあるので、両方勉強しておかないといけないんですね。あのテスト範囲表という あの具体的なテスト範囲書いた紙が、テストの、まあ、大体2週間前くらいかな、に配布されるんだけど、あのそこに指定が書いてあるんだけど、それまではあの指定がわからないので、えっと、2週間前にいきなり漢字の勉強を始めても時間がないから、とにかく学校の教科書の新しく出てくる漢字については、あの先に読み書きを覚えておいた方が絶対に有利です。で、まあ、今言ったように70問中、 えー、漢字の読み書きと部首の問題で10問、部首の,の問題出る中学校も結構珍しくて、他の学校では出ないので、特に寝室漢字、教科書に書いてる漢字の部首、えー、については、わからないやつは自分で調べて、先に覚えておいた方が、まあ、インテンスを取れる可能性ありますね。はい じゃあ次に具体的なあのこの漢字とか部首以外のところの出題範囲なんですけど、えー、っとですね、え野原は歌う、えー、大根は大きなね、ちょっと立ち止まってと、えー、っと、いくつかの詩であったりとか、えー、説明文ですね、えー、っと、あと、 そうですね、大根は大きなのとちょっと立ち止まっては説明文かなあとね他の学校だとねあの花曇りの向こうという文章題が出てるんですけどあの去年の基礎中についてはあの出ていませんでしたただしあの今年はじゃあ出ないのかっていうと他の学校はほぼほぼ花曇りの向こうは1年生の中間テスト期末テストで出ていますのでえ皆さんあの教科書もあの持ってると思いますけど えっと、花曇りの向こうを含めた、た、ま、い、あ、そうですね、基礎中の場合は、65ページあたりまでを予習しておいた方があがいいと思います。おおむねこの65ページから前のところが、期末テストにはあの出るはずです。はい。まあ、ちょっとね、コロナウイルスで変則的な授業になるかと思うんだけど、まあ、ここまで勉強しておけば、 まあ、7割、8割問題ないかなと思います。で、ちょっとそれぞれの単元の、えっと、説明の仕方をあ、勉強の仕方をね、説明していきます。で、えっと、一番勉強時間があのかかるのがあの、物語文とか説明文なんですね。で、まず、えっとですね、一番最初に、あの野原は歌うっていう詩があります。 あのこれ、作者名必ず覚えておいてください。工藤直子さんっていうあの詩人の方なんですけど、えー、っとね、まだご健在だと思います。えー、っと、この17ページに工藤直子さんのプロフィールが書いてあるので、作者の名前は必ず漢字で書けるようにしておいてください。あの、作者の名前とか、他の作品名を出す学校の先生結構多いです。はい。 えっとまあ、詩人、児童文学作家、あの哲学のライオンとかね、まあ、有名な作品があ,あります。あとね、この出典野原歌っていうところもね、覚えておいてください。この野原は歌うというのは、この野原歌から選ばれた4つの詩です。で、明日こそ俺はカマキリ、秋の日命っていう4つの詩が載ってるんですけど、これそれぞれあの季節を表している。 ででですのでです、ね、の春夏秋冬ね問題集あの買った人はもうそこに大体の説明書いてるのでわかるかと思いますけどどれがどの季節かというのは当然あのすぐわかりますので覚えとくようにしましょう。であとはです、ね、あの小学校6年生の時にあの基本勉強してるんですけど詩、えっと、はあのいろんな表現方法があるんですね。 交互自由詞とかね、その表現方法がすごくテストに出る可能性がありますので、えー、この野原歌っていうのは何の表現方法かっていうのを確認した上で覚えておくようにしましょう。まあ、あとはこの作者がこの詞を通じてどんなことを伝えたいのかっていうのを意識しながら詞を読んでください。でその後に問題集を、えー、解いていくのが、えー、いいと思います。 あの問題集持ってない人は今からでも注文できますので、えー、声をかけてください。はい。で、勉強時間一番かかるのはですね、えー、っと、ここの、あの、花曇りの向こうを含めた物語文とか説明文です。はい。で、物語文の勉強の仕方をちょっと説明します。で、本文読む前に、絶対に先に、例えばこの花曇りの向こうで言うと、 あの33ページにあるあの学習の目標というページがあります。ここ読んでください。ここを読めば、この物語文とか説明文は何に気をつけて読んでいけばいいかっていうのが全部わかります。はい。例えば、花曇りの向こうは場面や登場人物の描写に着目して内容を読み取るというふうに書いてます。ですので、あの場面、要は いくつかの場面がこう転換していくわけですね。えー、じゃあ、どういう場面があったのか、あと登場人物の描写、例えばこの花曇りの向こうでいうと、僕と、まあ、主人公僕、川口君、あとあのばあちゃん、あと何人かの登場人物がいますので、それぞれがどういう人なのか、どんなことを言ってるのか、まあ、そういったところを意識して本文読んでくださいということですね。 ですね。この学習の目標を読んだ後に、えっ、ー、と、本文を読んでください。本文も1回読んだだけだとなかなかわからないので、えっ、ー、と、2回、3回と、こう、意識しながら読んでいくということが大事です。で、あと、ここの教科書の欄外のところに、えっ、ー、と、あの、進出漢字も書いてあるの。まあ、これを覚えていかないといけないと。あとは、例えばこの、えっ、ー、と、27ページに通算。 意味のいいって書いてるんですけど、見えるかな見えないかなあのこれはあの自分で国語辞書を使って意味を調べとかないといけない言葉です。あの皆さんが小学校の時にはあ使わなかった言葉ですね。ですので、こういったことも先に調べておいた上で、えー、問題集をその後に解いていくというのがいいでしょう。 問題集を先に解くのではなくて、まあ、こういったあのいろんな下調べをしてから解いていくというのがあの国語の勉強法です。ですので、あののはあのこの金折のりの向こうもそうですし、大根は大きな根とか、ちょっと立ち止まっても、同じように、まず学習目標というのを先にえ調べてからあ本文を読んで問題集という流れでやっていってほしいなと思います。はい まあ、あとちょっと細かいいろんなポイントがあるので、それについてはちょっとここで説明しちゃうと長くなっちゃうので、後でお母さんに送るメールを確認してもらいたいと思います。はい。まあ、70問多いね。はい。で、次が理科です。はい、えー。理科はですね、出題範囲が教科書の1ページから64ページ。まあ、理科も結構多いですね。まあ、一番最初から 大体教科書の4分の1くらいかな、のボリュームを勉強する感じになります。で問題数が44問、はいえーと。44問は理科としてはそれほど多くないです。他の学校では50ページ超えてるあの学校もありましたので、で教科書の一番最初はあの、顕微鏡に関する使い方とかあの部品の名前なんですね。 でこれはもうね、あのー、基本的に全部暗記です。はい、問題集持ってる人は、問題集にも同じようにありますので、えーと、100円ショップとかでチェックペン買ってもらって、えー、チェックペンで、えー、暗記していくと。チェックペンとチェックシートね。あの赤とか緑とかのペン知ってると思いますけど、それを使って覚えておきます、まあ。ルーペとか顕微鏡の使い方ですね。で、その後があのが、ほぼほぼ植物分野です。 あのサヤエンドの作りとかね、炭脂魚類とか草脂魚類とか、まあ、いろんなそういう植物の仕組みですね、あと固形、えー、植物の蒸散っていうのがあるんですけど、あと、まあ、光合成、えー、二酸化炭素の仕組みとかね、まあ、そういった感じで、ほぼほぼ、あのー、1年生の一番最初って暗記ですので、あの覚えきってしまうしかしょうがないと。 であのここすごく大事なところでしてあの今言った1から64ページのところってあの受験生になった時に模擬試験とか受けていくわけですけど模擬試験とか受験の本番でもものすごくよく出てくるとこです。で1年生の理科をサボってた人はあの3年生になってから復習する人が多いんだけどボリュームが多すぎてとにかくあのやりこなせないっていうのがあ実態なので。 ある程度の高校に行きたいと思っている人は、絶対に理科は1年生からあのサボることなくやってください。でこの理科についても、あの解説は e ボードの動画配信でほとんどありますので、そういったのを聞いた上で、えー、教科書を読んでみてで、その後に問題集、チェックペン引いて暗記して覚えると。で当然、1回ではなかなか覚えきらないので、2回、3回と覚えきるまで、えー、やっていってほしいと思います。はい。 じゃあ、えー、と最後にですね、社会ですね。えー、と社会は実は2科目あって、あの地理と歴史があります。もう教科書もらってるんでね、分かったと思いますけど、これが両方とも、あの並列といって同時に進んでいきます。町田市内の学校は大体この,あの並列ですね。あの一部の市区町村では、あの地理やってから歴史っていう、こう,いう直列式っていうやり方もあるんだけど、町田市はほぼほぼこの。 あの並列同時に進んでいくので、なんか実際はこの5科目ではなくて、あの6科目あると思っておいてくださいで。チリのテスト範囲は、去年は6から37ページ。で、歴史は1から17ページ。チリが6から37で、歴史が1から17ページです。合わせると、えー、まあたい50ページくらいとことですね。はい。ですから、これもまあ他の科目一緒ですけど、 テスト前の1日とか2日で、あのつけ焼き場で復習するっていうあのまず無理です。はい。先生らでも絶対無理です。はい。で、問題数は全部で60問ですね。結構多いですね。はい。で、地理については、あの一番最初のあたりのページは、あの世界地図とか、あと、えっ、ー、と、世界の気候についての、お 範囲あとは世界の農作物とか、あの世界の特色ですね、各地域の。そういった、まあ、あの、マクロな視点で、まあ、全体を見渡したときの、えー、地理の勉強というのが、教科書の最初の方ですで。後半になっていくと、例えば、日本の、えー、東北地域はどんな特徴があるのかとか、の細かいところに入っていくんですけど、最初は、あの、大まかな内容ですね。世界地図の、えー、大陸名。 6大陸っていうのがあるんですけど、そういった大陸名とか、えー、海洋名、えー、太平洋とか大西洋とかインド洋とか、まあ、そういったのを覚えていくと。あとは、緯度とか経度の仕組みですね。学校によってはあの時差が何時間あるのかとか、計算問題が出てくるケースがあります。はい、あとは、去年でいうと、距離の導き方ですね、えー。こういう問題も出てきました。はい あとは温帯低気圧とかね、あの各地、まあ、世界の気候といはいくつかのこう分類があるんですけど、あの温帯の暮らしはどんな暮らしかとか、世界の土地の、まあ、ウォンズっていうのがあるんですけど、まあ、そういったのを選択していくとか、かなりあの深くきちっと勉強しておかないと、この去年の地理の範囲、まあ、ほぼほぼ同じようなところ出てくると思いますけど、ほとんど解けないんじゃないかなと思います。はい で歴史はですね、まあ、17ページまでだったので、結構、まあ、範囲は狭いですね。で、あの、ここも、まあ、歴史の一番最初ですね、あの、西暦の意味って何とかね、あと、えー、新石器時代とかね、あと、あの、四大文明、あの、いうのがあるんですけど、あの詳しくちょっとまた教科書見といてほしいですけど、四大文明って何とかね、あと、まあ、 日本は仏教の国なので、仏教って何とか、まあ、そういった感じで、まあ、基本的には教科書の内容通りの問題が出てくると思います。はい、でその社会もあの e ボードで解説がありますので、解説聞いた後、まあ、今言った指定範囲の、えー、勉強をあの教科書読んで、その後問題集、えー、暗記して、その後に問題解くみたいな流れでいいのかなというふうに思います。 はい、ということであの、基礎中の皆さんはとにかくですね中間テストが例年、1学期はないのであの、期末テストでドーンと出てくるんですよ。まあ、今回はあのコロナウイルスの影響で、他の中学校も中間テストがあのない可能性が高いんですけど、あの基礎中の人はコロナがあ,のあろうがなかろうが、1学期、ものすごい大変です。 あの、小学校の延長みたいな気持ちで中学校を過ごしちゃうと、あの、間違いなく、えー、このテスト範囲が広すぎて、えー、クラッシュしてしまいます。だから、ひどい点数取って、その後ずっとこう、低空飛行を辿ってしまう人も、基礎中学校結構多いので、基礎中とか町田山中とかは、中間テストが、あの、ないので、そういう状況になってしまう方がすごく多いです。ですから、この長期休校期間中を使って、 もう早め早めに、特に暗記が必要な理科とか社会とか、あと漢字、英単語。このあたりは学校始まっちゃうと、まとまって勉強する時間取れませんので、もう早め早めに取り組んでください。で、まあそのためにはね、あのもうすでにそういうふうにやってくれてると思いますけど、一日の生活時間というのをね、きちんと立ててください。あの遅くまで起きて遅く起きるんではなくて、 早寝、早起き。えっ、ー、と、ま、10時くらいにはもう寝て、えっ、ー、と、朝はもう6時過ぎたら起きましょう。で、ご飯食べて、着替えて。で、勉強はね、あの、朝の方が、絶対脳が冴えてて、えー、勉強進みますので、今言った暗記系のものね、それは午前中やった方が絶対進みます。昼間やるとね、もうダラダラしちゃって進まないので、で、昼晩以降はね、あの、数学の問題解いたりとか、そういうどちらかというと、 処理がが必要な問題をねやってった方でい,いか,なでから、午前中に例えば理科社会の暗記ものをやって、昼ご飯食べた後は英単語とか漢字やって、その後、数学、英語、国語みたいな感じで、一日の中の時間割を作って勉強に取り組んでいけばいいと思います。はいあの去年もね、基礎中の1年生の人は、あの期末テスト、ものすごい差が出ました。あの毎年同じです。はい でそ皆さんもね、できるだけいい方のゾーンに入っていただきたいというふうに思います。はい。じゃあ以上、あのすごくざっくりになりましたけど、この後あの、各お母さんのメールに細かい範囲を送りますので、えー、まず皆さんね、勉強のスケジュール立てるところから始めてもらいたいと思います。あと、勉強の仕方とかね、何か問題の解き方でわからないときはあの、オンライン相談の申し込みも受け付けてますので、今随時やってます。 あのですので皆さんももし希望があれば、えー、出していただきたいというふうに思います。はい。それではちょうど30分経ちましたので、これで、えー、基礎中学校1年生の2019年度の期末テストの説明を終わります。じゃあ皆さん頑張ってください。さよなら。